で3レース1着で勝ち上がりました福井の柳原選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。予測なんですけども2番手からなりましたけども作戦はどういった作戦でしょうか。まあ、7番車だったので、まあ、前か後ろでと思って考えてました。石井博子選手が、はい、おじゃんのところで来たと思った、来たところを合わせて前に出ましたけども、はい、そこはどういう判断だったでしょうか。馬まで聞き出られたら、まあ、自分が打ち詰まってしまう状況になるかなと思ったので、まあ、誰も出させない気持ちで前踏んでいきました。でそのまま先行する形で押し切りになりましたけども、はい、ご自身の状態はどうでしょうか。うわそうです、まあ、一走して、まあ、思い切っていけたのが結果につながったかなと思うんですけど、まあ、状態面としてはもう少しかけきれる感じはできたかなっていう反省はあります。この後はなんかセッティングをいじったりもしくは体のケアを中心っていうのはありますか。そうですね、まあ、久しぶりにちょっと自力周半出したので、まあ、ケアはしっかりしたいなと思います。今回ポイント制ということで、まあ、1着スタートは大きいと思いますけども、はい、まあ、明日も大事な競争になると思うんですけど、はい、その辺はどうでしょうか。まあ、正直明日しっかり1着2着取らないと決勝上がれないなっていうのはあるので明日気を引き締めて走りたいなと思います。メンバーはもう見られましたか。はい、明日のメンバーの印象はどうでしょうか。はそうですね、まあ、変わらず動く人もいますし自在上手な人もいるのでっていう感じです。わかりました。あの福井だとあの中澤選手が、はい、まあ、デビューされて、まあ、走りがまたあの、はい、印象的でしたけども、はい、一緒に練習とかはされるんですか。たまにとかでも。いやもうあのナショナルの方に行ってるので、はい、自分は会うことはなくっていう感じです。じゃあ福井の方にもあまり帰っても来てもないっていう感じですね。はい、でも存在的にはどうですか。同じ条件としては。いやもう本当にこの前の走り見て、まあ、自分も、まあ、一緒に戦うこと、まあ、今後あると思うので、まあ、負けてられないなっていう気持ちはすごく入ってもう本当にいい刺激になりました。わかりました。では残り2走に向けての意気込みをよろしくお願いします。まあ、明日明後日もしっかり自力出し切って、まあ、その中で結果ついてこればなと思います。